サンビオンラジオハッピーデイ。皆さんこんにちは。こんにちは。どうもどうもどうも。いや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 、いや新年改まっちゃったね。改まっちゃいましたね。ね、はい、おめでとうございます。はい、はい、おめでとうございます。私もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今はね、夜に撮ってるんですよ、実はこれね。はい、なんでちょっとやり直します。はい、え、こんばんは。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 田原幸太郎です。あ、ちょっと違う。もう一回やりますよね。こんばんは。田原幸太郎です。あ、今のは西田ね。ちょっとビートたけしが入ってた。あれ？ビートたけしだ。あれ、田原幸太郎だよ。似てる似てる。ダメ、ありがとうございます。本人あんま知らないの、うん、知らないよね、若い人はね。まあ いやまあそういうわけでこの年末年始を超えたわけなんでございますよね、はい、はいはい、渡辺家はどうでした？うちはですね、今年なんかあっという間に普通に終わっちゃって、あっという間に終わったわけだね。はいはい、なんだっけそれ。ため。ため頃ですけどね。まあいやいや、気にしないでください。途中で止めちゃった。そう、なんか、いつも、うん、あの、地元の氏神様のところに、12時、夜中の12時、あの、うん、の、なんていうんですか、ああ、除夜の鐘。除夜の鐘を聞く、うん、まあ寸前ぐらいに家を出て、うん、あの、初詣行っちゃうんですよ、うん、夜中に、うんうん。なんだけど、今年はなんか、まあちょっと暮れに、あの、夢中になってしまったっていうのがあって、うんうん、それから、はい、なんかもう無理すんのやめようっていう、うん、風も強かったし、うんうん、なんか今年そんなんで、うん、普通に過ごしちゃった。まあ紅白はやってたかなぐらい。お参りも行かなかった。お参りはそう翌日かな、行ったんだ。2日の日に行って、そう、うん、っていう感じでなんか普通に終わっちまいましたね。なるほど。今年は普通にって、だからいつもの正月とは別違って、うん、なんかいつもの休みみたいな、うん、そういつもの休みみたいにな感じで終わったから、うん、でもいっぱいなんか家族と弟も帰ってきてたし、うん、なんかたくさん話はしました。あ、母とも。あ、よかったね、うん、なんか弟の奥さんともね。奥さんとはちょっと今年は会えなかった。あ、そうなの。あ、そうなの。そう、夏美さん、夏美さん、そう、弟のお嫁さん夏美さん。あ、そっかそっか。同姓同名だ、ね、はい、同姓同名が今2人います。 そうそうか。そっちの夏美さんにも会いたいな。そっちって言っといて。あれ来てたよね、ライブにね。あ、ライブ来てましたよ。あ、そうだっけ。うん、はい。はい。で、巻田家はどうだったんですか。ね、うちはあの母の愛犬がですね、12月にちょっと亡くなってて、うん、で母がね、まあ、あの今年はお祝いしないからっていうんで、うん、まあでもあのおせちを作ったりとかしまして、うん、ささやかに。過ごしたので、うちもちょっとなんかそんなムードでした。うん、そうですか。はい、はいはい、松見さんちは盛大にね。盛大にね。まあうちもね、本当は夢中なんだけど、なんかね、やったんです、普通に。お正月を、うん、で、あのまずあのほら、それを準備するのが31日なんですけどね、竹山松を飾ったり、お椀っていうね、まあいわゆるその、まあ、あ、藁で編んだいろんなものがあるんですけど、お椀だったり、その締め飾りだったり、うん、そのものを飾ったりしてね、うん、で、あとはその締め縄をなんか近所の道祖神とか神社にこう持ってったりとか、うん、まあ、そういう作業があって、うん、で、正月三が日はそのお椀が、ね、4箇所にあるんですけど、うん、そのお椀にこうご飯をちょっとずつこうあげていくっていうね。え、それお雑煮じゃなくて？お雑煮の場合はお餅を、で、ご飯の日はご飯、寿司だったら寿司を、朝昼晩、朝晩、朝晩だけです。朝晩ね、ええ、そういう行事があるんですかね。3日間ですか？3日間、え、松見さん、ちょっと質問していいですか？はい、どうぞ。あの31日に飾るっておっしゃったでしょ、はい、よく一夜飾りいけないって言うんだけど、うん、一夜飾りって何ですか？うん、そうだね、31にあのうちの方っていうかね、はい、一般的にはほら飾ると、うん、はい、その日一晩で開けちゃうでしょ、年が。その日一番、あ、その日31日でもう次一晩で1日になっちゃって年が変わっちゃって、一夜飾りは良くないっていう、よく言われるんだけど、それはないんですね、そちら。そうですね、その言葉は知らなかったぐらいなんで。あ、そう。あ、じゃあもっと前から飾ってるってことですね。うん、だからね、30とかもっと前って言われてるんです。なるほど。うちの
地方のことは知らないですけど、うちの実家にはそれがないですね。まあ前の日なんで、うん、そうですね、はい、じゃあ3日間お正月様が滞在しているって考え方？それは知らん。アイテムをあげるんだったらそうなの？あげるのは3日間だけど、うん、それを飾ってるのは15日までなんですけどね。あ、15で15日にどんどん焼きで、その締め縄だ、その団子だっていうのをまあ燃やすっていう。7日じゃないのね。あ、そうですね。それはね、分かんないです。その地方の人みんなやってるのかな。それもね、分かんないですそうなんだ。うちのことしか知らない。だって正月に他の人のうち行かないから。あ、そうか。そう言われてみれば近所のことも知らないね。どうなってんでしょう ね。いや、お正月様って初めて聞いたから。そうね、そうか、言い方っていうか、うん、そう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 、うん、まあまあとにかくね。でもまああのうちの娘も行ってね、うん、で、ほらうち甥っ子や姪っ子も来て、まあ要するにうちの娘にとってみりゃ、いとこ、いとこね。でうちの娘はもういとこ愛がすごい強いから、いや、そう、うん、もうあるのすごい楽しみにしてって、すごい楽しそうにしてたんでね。ああ、よかった。もうそれだけでもういい正月でした。幸せでしょ。幸せでした本当に幸せをありがとう。よかった、よかった、よかった。はい、そんな年末年始でございました。皆さんはいかがだったでしょうか。質問コーナー、イエイ。 OK? OK、 まず一つ目、はい、インスタグラムって変な人からダイレクトメッセージ来るの多いと思わない？だそうですよ。思わない。俺も来たことないな。っていうかダイレクトメッセージってそういえばどうやってやるんだろうね。なんか、うん、いや、右上にメッセージっていうの欄あるんですよ。へー、うん、やったことがない、うん、それなんか見てないかも。あ、そう、見てないかも。いや、まあ、あの一応ね、通知が来るから、うん、見てるかも、うん、見てるっていうか誰からも来てないんですよね。僕はね、あの離れて暮らしてる娘とね、うん、そのインスタグラムでつながってるんで、時々そのダイレクトメッセージね、やってますよ。うん、それだけかな。あ、もう一人知り合いとやり取りしたことある。でも2人ぐらいとしかそれでは使ったことないですけどね。でも今だけ結構インスタグラムってやっぱり結構、うん、うん、流行ってるでしょ。そうね、そっちにこう移ってきてますっていう、ね、うん、っていう話ですよね。主流があっちだと、うんうん、だそのうちFacebook のあのなんだメッセンジャーみたいに、うん、ああいうアプリが出てくると、まあ、使いやすくなるかなと思うんですけどね。単独でね、そうそう、うん、プッてこうなんか丸く出てくるっていう、強制的に、強制的に、あれだったらすぐ分かるからね。そうですね、はい、次、どんな代行サービスを使いたいですか。うん、代行、うん、まあ代行って思い当たるのはあの、うん、ほら車のね、あ、酒飲んじゃった人が使う、そうですね、そういうのありますけど、うんうんうん、考えによっちゃいろいろ代行サービス、うん、今なくても、そうよね、変わってもらいたい、うん、変わってもらいたいこと、うん、やばい、今ない。 あるある、あのね、自分が演奏してる時に、うん、あの、あ、練習、次の練習っていうか、オー、多分オーケストラの中で演奏してる時にそれを自分が聴いてくれる、あ、自分の代行、それは欲しい、まあ、自分の脳みそ通りのだったらねっていう話だな。それは欲しいね、外から聞きたいよね。あ、でもそれ代行サービスって言わないか、聞いてみたい、うん、代行の人がだもんね。分身サービス、分身サービス、分身サービスがあれば最高だけどね。ちょっとなんか分身サービスか、そうだね、自分以外の人も代行だもんね。そう、自分の人以外の人にやってもらうこと以外か。いや、自分と同じ人だったら料理やってもらいたい、うん、あ、同じ人じゃないとダメなんですか。 なんていうのか、気持ちが大事だね、やっぱりいや、その料理は、料理いいよね。だから例えばこれの材料を用意して、これはい作っといてねって言ったとしても、うん、何も気持ちがなく作って出されたら、うん、あんまり家族に良くないから、うん、同じ気持ちで作って自分だったら作って代行してほしいから。あ、素敵じゃない、なんか良くない僕な、気持ちまで代行してくれるっていうことでしょでもまあお金もらってやりに来るわけだから、まあね、気持ちっていうより、うん、その作業をまあやる人なわけでしょ、うん、なかなか難しいです ね、 そうね、自分の母親にやってもらうとかそういうことになりますね、うん、お金払えないよね、うん、そうそう、まあだからそれはお金はまあねまあ片付けとかね、でも片付けもあれだもんね、うん、何でも片付けちゃえばいいってもんじゃないからね。ね
難しいな結構。だから事務作業だったらね、あ、うん、そうそう、レシートの分類とか、うんうん、自分の今溜まってるいろんなことってのはいろいろあるんで、うん、とか郵便局行ってこれをあれして記帳して振り込んできてとかね、うんうん、そういうのはいいかな。そうですね、事務作業、うん、そうだったね、事務作業ならいい、うん、ってことで、はい、じゃあ事務作業ってことでね。はい、次、喧嘩した相手とどうやって仲直りしたらいいでしょうか、うん、どうですか、なんでその姿勢正しちゃってるんですか。喧嘩した相手と仲直り、なんか言うぞ。いや、全然わかんない。マスターさんの聞きたい、ね、私はもう一言、ケースバイケース。まあね、うん、だってどういうでなったかによるけど、でも、うん、まあ、そうだ、もう一言だと、うん、自分が素直になる、これにつきますね、うん、なるほど。それ以外にないかな、究極は多分、うん、素直になる、自分に素直になる、自分にもそうだし、自分が、うん、自分が、自分が素直になるしかないと思う、多分究極は。なるほどね、うん、どうですか、どうなんですか。いや、もうそれ以上の言葉はないです。いや、まあ、それでいいと思う。なんかあるでしょ。いやいや、それでいいと思う。補足説明がありそう。補足説明だから、素直になるってことはいわゆる自分が正しければ正しいんだけど、うん、なあれはちょっと良くなかったかなと思ったものに関しては、うん、悪かったねの一言ぐらいは言うべきなのかな、うん、言えないんだこれが、ね、え、松井さんでも言いそうなのにね。いや、言うこともあるよ。まあそれもケースバイケースなんですよ。うん、うん、意地張っちゃったり、意地張っちゃうこともありますよ、それは。イージー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 ハリーおじさんだからね。やばい、知らないよ。一人も知らないし、ちょっと何かかなと思ってたけど、イジバルバーさんだけど、えー、まあまあ知らないよ、若い人はね。いやいや、通ったか。そうそう、通ったか。横浜漫画知ってるよ。あ、ほんと、イジバルバーさん、はい、俺はね、あの青島さんのドラマで知ってるんですけどね。あー、青島幸男さんね、うん、あ、見てなかったっけ。あー、まあいいや、次行こうか。はい、次です、はい、ねえ、今どんな気持ち。なんだその人。今って、今 Now、 今 Now は今ラジオ撮ってるんで、うん、これをもう順調に撮り終えることをひたすら、ね、願ってやりませんが。楽しい気持ちだよ。そういうことだね、うん、うん、なんだこのシーン、うん、まあそういうことですね。だから1分後には変わってますからね。変わる、はい、はい、次、子供から何と呼ばれていますか、また呼ばれたいですか、うん、まあ夏美さんはね、うん、子供はいないんで、うん、いるとしたらどう呼ばれたいですか。お母さん、お母さん、いいね、いいね、すごいね、うん、考えもしてみなかった。ああ、そう、うん、まあそうだよね、それは。ひよみさんはどうですか。ママって呼ばれてるけど、あは、あ、そうなんだ、もうお母さんでいいかな。え、だから子供さん全員ママ、うん、うん、だから多分呼びにくいかな、呼びにくくて呼ばない人もいるかもしれないけど、でもママって言われる時もある。どうしたのね、ずっとずっと、ちっちゃい時からずっとそういうママ来ちゃった。ママ来ちゃったんだ。男の子ってそういうの切り替えるの大変そう。そうかな、うん、大変だね。俺はね、自分の母親のこと、最初は小さい頃のことは覚えてないですけど、小学生ぐらいだったら、まあおかっさって言ってたんだ。うん、おかっさ、それは自分の親人ね、父親が自分の親にのことをおかっさって言ってるから、うん、おかっさって言ってたんだけど、おかっさじゃさすがになと思って、思春期超えた頃からお母さんにしたんですけどね。へ、自分で切り替えたんですよ、どっかで。あ、そうなんだ、うん、で呼ぶときはおかっさ、おかっさ、お母さん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 、だからその中間ぐらいで呼んでるかも。どっちとも取れる感じ。うちも弟は母のことおっかーとか言ったり、おっかーね、おふくろとか言わない、うん、まだおふくろとは言ってないですね。あれってどういうタイミングでやるんだろうね、おふくろ。おふくろとか親父ってなんかそれもね、なんか俺は失礼な感じしちゃうんだよな、うん、でもほら、おふくろってなんだ、それあれじゃない、友達がいるところでっていうか、友達と話してる時は結構そういう言い方したりしそうな気がする、うん、なんかこう照れから、はいはいはい、なんかね、あ、そういうイメージがある。するかもするかも、さすがにね、友達と話しててママっては言わない、ね、直接はほら、おふくろっては言わないんだけど、うんうん、でもちょっと今ひらめいた、母さんっていうなんか好き、うん、響きが、母さんいいかもね、母さん、それいいわ、好きだけど誰も言わないな、なんかすごいさ、青年に言ってほしい。あ、牧田さんの息子さんたちに言ってほしい。じゃあね、これをもし息子さんたち聞いたら、うん、もう今から母さんにしてください。母さん、ね、多分聞いてない。
送ろう、この回について送ろう、じゃあ送りつけようか、送りつけよう、貼っつけて、はい、母さんしようね、母さんしよう。ちなみに私はね、パパって呼ばれてます。あ、いいね、いいよね。いつまでパパって呼ぶのかっていう、ね、それも楽しみにしてますよ。でも、どっかで変わってもいきそうじゃないですか。あ、そうか、女の子はパパはありえるな。そうだよね、いろんなパパがいるもんね、いろんなパパができるかもしれないね。できちゃうよ、いいのそれ。いいんじゃない。いいんだ。わあ、おおらか。それはもう娘の人生ですから。そうですか。はい、はい、質問は以上でございます。はい、またお寄せくださいね。はい、ぜひぜひ。はい。まつみの3分ください。はい。ですね。我々演奏家っていう仕事をしてますけど、結構経験がものを言う部分ってすごい大きいじゃないですか。うん、うん、うん。で例えば僕なんかオーケストラの中でこう演奏する仕事が多いんですけど、はい、若手の頃、まあ20代前半の頃とかね、うん、初めてオーケストラにトラで行ったな時っていうのは、うん、本当にもうもう子供みたいな演奏してたと思うんですよね、うん、いや絶対してたんですよ、うん、でもそれを辛抱強く使ってくれたそのオケの団員さんとか、まあ先輩方がね、うん、いろいろアドバイスしてくれて、まあ、ようやく、まあ、それなりの演奏ができるようになってきたんですけど、うん、でその時ね、あるオケに何度も行かせてもらう機会があった時にね、うん、そこのオケの人が言ってたんですよ。結局のところ何度もオケに乗せてもらわないと、うんうん、できるようになんかなんない、うん、その回数が必要だから、うん、先輩に乗せてもらえるようにするしかないんじゃないって言ってたんですよね。あ、うん、なるほど、ね、うん、だから結局先輩に気に入られなくちゃいけない、うん、先輩に気に入られるっていうのは別に、ね、媚びを売るっていう意味じゃないと思うんだけどね、うん、だからまあ単純にいい演奏するっていうのはもちろん一番なんだけど、うん、まあ例えば飲み会には顔出すとかなんかそういう細々としたこともあると思うし、まあ、いろんな意味が込められてると思うんですけどね、うん、だからそういう意味じゃあどこの音大を受験しようっていう時に、うん、自分が行きたい分野の、で活躍してる先輩がたくさんいる学校を選ぶっていうのも一つの手なのかなとか思ったりもするんですけどね、うん、うん、まあそうやってとにかくだから余裕があるオーケストラは、うん、若い人をどこかでこうまあちょい役からね、うん、体制に影響のないまあちょい役からこうスタートさせて、うん、多少やっぱり育てるってことはどこもしてると思うんですよね、うん、ただ自分がね所属してる、まあ、ウィンドウ系でも、うん、そういうことはあるんですけど、うん、自分がそうやって呼んできたエキストラが若手で、うん、育てようと思ってもそこでミスする、うん、大きなミスもする、うん、しますよそりゃ、うん、呼んできたやつは呼んできたやつは誰だって話になるんですね。あ、うん、まあ俺だよって、うん、まあ、結局だから私の株は下がるんです団員から。あ、そうか、うん、でもだからそれをオーケストラがね包容力を持って、うん、自分たちだって全員そうやって育ってきたんだから、うん、我々も育てようって気持ちでやってくれればいいんだけどね、うん、だからそこはオーケストラの、まあ、他のパートの皆さんも含めて皆さんがどれだけこう包容力を持って将来の自分の楽団のためにっていう気持ちになれればいいなと思ったりなんかしてるんです。そのパートだけのことじゃなくて、そうそう、全体として育ててるんだよ、ね、そうそうそう、うん、そんなことを日々思っちゃったりしてますね。素晴らしいですね、うんうんうん、まあこれはもちろん今例えばオケの話をしましたけど、うん、まあどんなジャンルにも割と言えるのかな、うんうんうん、だまあグループとか集団で生きてる場合はそういうことが言えるでしょうし、まあ世代交代 していく、例えばビッグバンドだって同じだと思うんですよね、うん、まあユニットだったらそんな必要ないからね、世代交代する必要ないから、我々もそうだけど、うんうんうん、決まったメンバーだ、うん、決まったメンバーだからね、うんうん、若手を育てるっていうのはもう自分が育たないとみたいな、もう必死こいてるわけですけど今ね
育ててね、いただきましたよ、うんうん、いただいてますよ、育てていただいてますよね、それは、うん、いただいてます、うん、お客さんにも育てられていますしね、はい、そうですね、うん、そうね、うん、いいお話、それを話したかったんです、うんうん、やっぱり現場を踏むことでしか、うん、なんていうかな、得られないものってありますもんね、ありますね、本当たくさんありますよね、はい、うん、本当にそう、そういうことなんです、そんなわけで、うん、どうぞ皆さん我々のライブに足を運んで我々を育ててください。そうだね、やっぱりお客さんのね、うん、反応だったりは、うん、そう大きいもんね、大きいですね、うん、まあ、良くも悪くもいろいろ言ってくれると嬉しいですよ、はい、うん、はいはい、お知らせコーナー、はいはいはい、はい、はい、さあお久しぶりよ、ね、まずね3月の6日にねサテンドール、まあ、東京の六本木にありますね、はい、サテンドールでライブを行います、はい、金曜の夜ですですね、うん、時間等々詳細は追ってお知らせしますが、とりあえず3月6日の夜を皆さん開けといてくださいね、うんうん、なんなら今から予約も受け付けちゃうよ。そうだね、うん、そうね、もはや、うん、来るって言ってくれれば、うん、ね、それからもう一個、はい、3月の14日土曜日に、うん、埼玉県の社員というお店、まあこれもここも毎年やってるところですね、南与野、うん、とあれは与野です、与野駅、うん、はい、JR 与野、 JR 与野駅から徒歩31分かかんないな、1分かかんない、うんうん、もはやもはやそこにあると言ってもいいぐらい、そう、ね、すぐ見えます、はい、すぐ見え、はい、はい、そこは昼間公演でしたか、あ、そうですね、今回社員は昼間ですね、うん、2時ぐらいを予定しています、はいはい、うん、はい、じゃあそこも予定を空けといてください、はい、今回これはサードのレパートライブという、はい、そうなんですよ、その一環、そうですね、サードアルバムもね、はい、先月出しましたんで、はい、好評発売中です、うん、そうですね、うん、はい、まあそれのレパートリーを多くやる予定でございます、うん、はい、はいはい、ではそんなことでね、あ、もう一つあります、あ、どうぞどうぞこちらはですね、デュオなんですけれども、私牧田とフルート夏美さんとの、デュオでお送りする、ライブがあります、ちょっともっと、身近なというか1月なんですけど19日日曜日の2時から3時半場所はですね、私の自宅から歩いて20秒ぐらいのところにある、うん、さいたま市に、ある夏目画廊という画廊さんでやります、うん、とてもリッチな雰囲気の中ちょっとコーヒーを飲みながら、ほっとするような時間を過ごしていただけたらと思います、うん、受付は、直接私か夏美さんの方へ、Facebook などでメッセージくださるとありがたいです、よろしくお願いします、お願いします、これはあれですかね、普段やってるうん、サンビオンでやってないような感じのもまあ多少もうやりますね、ますね、はい、皆さんが知ってるような曲もちょっと多くやるかなと思います、はい、はい、来てください、はい、よろしくお願いします、はい、ではでは曲を聴いていただきますが、サード CD の中から万華鏡ですね、はい、これはどういった曲ですか、ブックレットにも書いたんですけど和の感じの曲がオリジナルで欲しいねっていう話が出てで、うん、まあ書きました、うん、で前半はですねちょっと、まあ、ピアノがメインな感じでいくんですけど、はいはい、フルートがちょっとメロディー楽器じゃない感じの出方をしていて、うん、で後半からガーッとフルートが盛り上がってくるんですけど、うん、後半の聴きどころはですね、うん、松見さんのパーカッションで面白い楽器を使っていまして、ああそうですね、はい、何でしたっけ、獅子落としですね、はい、うん、よく庭園にあるやつ、そうそう、うん、あれをなんとね石に落とすと一番いい音がするっていうので、うんうん、レコーディングの当日石を準備されてきたっていう ね、ね、はい、それとあとグラスをこう擦る音も入っていて、はいはい、それをちょっと今回ここマイクでね大きめに少し、うん、入れてもらったんですけど、そういう変わった音もちょっと使っている和の感じの曲です、うん、はい、はい、じゃあねその万華鏡を聴いていただきましょう、そしてそれで今日はお開きとさせていただきます、はい、ではさようなら、さようなら。